えー、こんにちは。即歌塾の久保でございます。えー、山太郎さんの親ガチャ、国ガチャ発言の、まあ、パート2でございます。実はこちらの方がね、伝えたいことが多いんですよね。で、こうやって私の顔をさらしながらお話しさせてもらいます。あの、私ね、あの、近所の方と、まあ、うちの山とくんと連れてね、関わることがだいぶ増えてきまして、 でその中でやっぱ高齢者の方80代の方とか90代の方でまだお元気な方がねいらっしゃってその方たちとよくねあの戦争や政治の話をするんですよで私が話すというよりも珍しく私は聞き手でですねでそういったご高齢の方がもうあんたに伝えておくしかないからということで熱心に話してくださるんですよねその中で今回の山本太郎さんのことと戦争と平和のことが あのミックスされてねお話しいただきましたんで確かにそうだなと思いながら今回の動画にさせてもらってるんですよ、まあ、というのがあの,令和新生組の山本太郎さんあのこの方の演説はものすごく人の心を動かして私は聞くべき点が多いと思うんですけどねっていうふうにお話しするとね確かにそうだよねっていうふうに答えてくださる方がいるんですよでうなずく方も結構いらっしゃいましたでもどうしてもね考えてほしいことがあるというふうに言われて 口々に似たたようななことを言われたわれけなんですよで。その方たちってのはまだねシャッキリしてるんでものすごくいい表現をされたりとか身振り手振りり手や表情もすすごく鮮明なんですよね。まあ、こういうふうなあのご高齢の方もいらっしゃるんだなと思って、うん、健康状態には感心することなんですよ。もうでもやっぱり年齢が年齢だけにね当時中学生とかそれよりもちょっと、ね、年の上もちろん学校には行ってませんけども。 15歳、17歳、18歳時代を生きき抜いいてきた人もいるわけなんですよねその方たちがね体験した戦争見てきた日本それをまず語るにまあ戦時中はね本当に命からがらっていうところでしたでも戦争が終わってもその後戦争がすぐに終わったわけではなくってえ例えば GHQ がね街中にいて田舎町でも 銃を持ってジープでで走り回るアメリカ兵はいたそうですもちろんもう悪い人ばかりではなくてね非常に真摯な方もいらっしゃったと聞いてますけどもやっぱり自分が特定の権限を持っているし捜査も日本の警察はしないということでちょっとハメを外す人もいるんですよねではめを外すぐらいならいいんですけども実際に私利私欲の度に例えばね日本人の女性を連れ去って。 返してくれなかかったりとか一般家庭に入っていって数少ない食料を持っていったりとか意味もなく日本人をぶん殴ったりとかねそれから日本人とそれからその当時ねお住まいになっていたあの朝鮮関係の方を、うん、なんかけしかけてね喧嘩をさせたりとか、ね、それを見て楽しんだりとかをボクシングしろプロレスしろみたいな感じでねやったりとかで勝てなかった方をぶん殴るぞみたいな。 本当にぶんなかったかどうか分かりませんけどそんなことがね行われたそうなんですよで水は出ないし水道も電気も当然ガスとかもねありませんからその辺のがれきを集めて燃やしてお湯にしていたとその水もですねやっぱこう川から汲んできたのを沸かしたりとか生々しいですよ非常にでそういうところから歯を食いしばって立ち上がっていって自分たちの代では無理かもしれないけども自分たちの 20代、30代、40代、青春はないかもしれないけれども、でも、自分たちの子供の世代は、ああ、いい国だったなと、学校にもまた行けるぞ、食べ物は美味しいぞ、頑張って働けるし、友達とは仲良くやっていけるぞ、そんな世界を作るために駆け抜けて、気がついたら、70代、80代になっていたそうですよ。で、でそここ今、やっぱりこの、 国が平和にななっったのかなと思ってテレビや新聞を見て「おっれ新選組山本太郎すごい人集めてるな」と「すごい人気だなと」とさぞかしい人の胸を打つようなことを言ってくれるんだろうなと思ったら「国ガチャこの国に生まれた時点で終わりなんですよ」みたいなこと言ってね、うん、その方たちは俺たちの作ったこの世の中 人生を棒に振って次の世代に、まさに山本太郎さんの世代を守るために這い上がってきた俺たちの一生は、じゃあ、国ガチャだっていうのか、馬鹿にするなと。一体俺たちの人生は何だと思ってるんだってところで皆さんね、まあ涙ぐんで、感極まって、ここなんだよ山本太郎のダメなところが。そしてそれに同調するレア新選組の人たち。 それから、令和新選組に票を投じる人。何も分かってないと。じゃあね、日本が外れだって言うんだったら、日本以外の国のどこに住みたいんだどうなんだと聞きたいよ。それとも何か ?70 年前、80年前の日本の方がまだ良かったというのか私たちから見ればね、食べるものもある。 働働こうと思えば働ける、まあ、中にはね精神を病んでしまう人もいますけども考えてみてくださいと毎晩空襲がある、ね、友達とバイバイって言って学校別れて次の日には昨日の空襲で死んじゃったみたいそんな日々ですよで憲兵が来て友達や親や友人をしょっぴいていくで傷だらけで半死半生で帰ってくる それこそ杖がないと歩けないような状態で帰ってくる。で憲兵に何をされたのかは一切言うなと。それからずーっと無言になっちゃった。そういった自分の父や母、弟たち、友人。そういうのを毎日見てきて、どっちがうつ病だよって言ってましたよね。どうなんですかね。山太郎さん、そして山太郎さんに感化される人たち。 まあ私もその一部だったわけなんですけどもあまりにも見えてないんじゃないかなとこんなことでこんなことでね何をどうしようって言うんだろうと私は思いますねもっと生の声を聞けと今のロスジェネ世代の人気を掴むことも大事でしょうでもここまでこの国を作り上げてきた人の声を 老害とという一言で片付けたりとかね世代交代というね綺麗な言葉で土に埋めたりとかできるもんではないかなと思うんですよ。じゃあねその今日紹介した証言をしてくださった80代90代の方がこの国は駄目だと思って働かなかったらどうなっていたかね自分の時の世代では無理だけど次の世代のためには何かできることがあるんじゃないかと思ってね。 人生を捧げてくれた人たちが、自分たちのために生きるんだと。もう関係ねいよ、次の世代とか。まず俺たちが食うのは先決だろ。俺たちが死ぬまでにやりたいことあるんだ。っていうふうにやっていたら、今でも、もしかしたらね、闇市があって、食品の流通がなく、情報は統制されて、駅前でのんきに演説なんてできない。政権交代も花からないみたいなね。 そんなことになっていたんじゃないかなと。当然、インターネットは私たち利用できないですし、ひどい暮らしになったんじゃないかなと思いますよ。だからね、山太郎さん、ほとんどは私、すごく賛同するところがあるんですけども、こういった点が、まあま見受けられる。いい気になってるわけなんですよね。もしくは、見えてないんですよ。国ガチャ。何度も言いますけども、じゃあ、だったら、どの国のようになったらいいんですかってことです。アメリカのようになったらいいんですか 中国の国が理想なんですかアフリカのどっかの国が一番いいんですかどこですかフランスですかロシアですかどこなんでしょうか国型って言うんだったら相当いい国を山本太郎さんご存知なんでしょうね。その理想とする国、ぜひ世界200カ国前後ある中で一つでもいいんで教えてもらいたいなと思うわけですよね。そして今日証言してくださった方たちにこの国のようにできなかったんですかと ぜひ言ってみてほしいと思います。皆さんはどれにお感じでしょうか。それでは。